ありがとうございます。
そうですか。主人が役員やってますから。そうですか。なんだっけ、住吉公。役員やってます。
一人だけ名刺とかね、ちっちゃなキースをしまった時に名刺もらった本当の人から、ね、あ、うち、うちで本当ですか、うん、昨日たまたまね、そうそうそう、うちの主人あの会計やってるから、寄付受け付けてるから、そうそうそう、すごい感じですけど、こうやって話してたら、うん、寄付行きましょうって言って、それについてもう本当、ありがとうございます、寄付していただいてちょっと受けてるのかな、うん、だから、三好子の、うん、渡辺っていうんですけど、いるから、もっと入りたいって言ったら、言ってくださいって言うんですか、ちゃんとしてれば、なんかそういう人は入れられないわけよ、うん、ね、だから、荷物というか、なんか本当にお祭りが好きで、その修行でき、一回ね、修行できればね、やっぱり駒遣いさせられる、1年目はね。何歳からとか言うんですか、だいたいね、高校1年。親がどうしても中学で入れたいって言ったら、うんうん、まあ、お酒も入るんで、まあ、飲ませないけどね、そういう席が多いから、高校1年ね、うん、私が小さい頃中学で入ってましたよ、みんな同級生なんかお祭りが好きで好きで、もうすぐすぐ、あ、そうなんだ、今日実は実家に帰ることになりました、あ、そうなんだ、あの本部に渡辺ってのがいるから何かあったら言ってください、どうもいろいろまとめてくれて、いえいえ、いいですよ、息子たちに友達とかなんとかがさ、昨日なんか3、4人食べさせたご飯、たまに友達だったんじゃないの、だからさ、